皆さん、こんばんは。今日は2023年3月10日金曜日です。今日のテーマは、中国軍事費、防衛費用、国防予算の秘密について話をしたいと思います。アメリカとの関係も話をしたいんですが、習近平ですね、国家主席として3回目の任期が始まりました。 自民代表大会で投票がありました。一応はですね、みんな真面目な顔してですね、真面目そうな顔して投票しました。実はですね、みんな嘘です。何もかも嘘です。習近平はですね、危険はゼロ、反対はゼロということで、国家主席として引き続き彼らは即投できました。中国はですね、 あの、中国の党の中央学校あるんですよ。中国の高級幹部なるにはですね、まずこの学校で訓練を受けます。何を勉強するでしょうかこれはですね、正々堂々と嘘を言うっていうことなんですよ。例えばですね、こそこそと自信のないですね。言い方でしたら嘘がバレてしまうんですよ。例えばですね、我々は世界一でしょうか世界一ですね。 と言うたらですね、これは嘘がすぐバレてしまいます。ここでですね、真面目そうな顔をしてですね、正々堂々と、我々は宇宙一です。と言ったらですね、みんな信じてもらいます。そしてですね、この嘘は自分も嘘で分かっていますので、100回、1000回、1万回ですね、いたら、自分はですね、最終的に自分を嘘のはずですが、でもそれがですね、本当のように 思ってくるんですよ。自分自身ですね。そういう訓練をするんですよ。続きます。まあ、習近平はですね、国家主席としてもう、引き続きになりますので、中国の実力ですね、軍事費用、アメリカとの対峙、軍事対峙となってきました。アメリカのですね、フォーリン、ポリシー、流差しあるんですが、中国の実力について評価をしました。 私はこの内容を見てものすごい、まあ非常にいいというふうに思いますね。どうしてかと言いますとですね、あの、これは中国はスーパー大国ではありませんよとスーパーパワーと言いますが、スーパー大国という意味ですが、ではありませんよという話をしました。このような評価はですね、とても珍しいんですよ。世界ではですね、 中国の議題となってくると、例えば経済もそうですし、結構ですね、中国の実力を拡大して、宣伝するメディアが多いんですよ。これもいいですよ。あれもいいですよ。中国はこれもいいですよ。っていう宣伝がものすごい多いんですね。しかし、この冊子の内容は違います。内容を皆さんに報告したと思います。内容はですね、中国の実力は上昇してきて、影響力を 持つ国となってきましたロシア側は戦争は続いています。でもアメリカとして中国が朝鮮相手と認識してきました。これはですね、朝鮮相手というのはですね、実は敵という意味なんですよ。中国の実力について評価するには、中国、米国、冷戦時代のソ連、この3か国を出して比べて見る必要がありますと分かりやすいからです。 派遣、スーパー大国っていう意味ですが、結果ですね、アメリカはスーパー大国。一つの地域においては派遣国家です。ソ連はスーパー大国です。でも派遣国家ではなかったんです。中国はですね、スーパー大国でもない。派遣国家でもない。スーパー大国かどうかですね、判断する条件は人口の数、 領土の面積、資源、経済力、軍事力、政治の安定さですね。政策を作っていく能力ですね。な、な、なそういう必要があるんですよ。現在、経済力、アメリカの方が強いんですね。そして、軍事力においては、中国はですね、当時のソ連よりは、下ですね。米中の軍事力の差が激しいんですよ。やはり、アメリカの方が上ですね。原因は、軍事費用。 つまり、防衛費用です。今日、これから話をしますが、二つの大国が競争するとなってですね、実力の差があまりないです。激しくないとなってくると、二つの国はですね、自分の同盟国、仲間を連れてきて、チームで競争しよう、対抗しようとなってきます。つまり、軍事、経済などの領域においては、競争しましょうと。 米中もこのような傾向は見えています。しかしこれは冷戦だと言えるかどうかはまだわかりませんと。アメリカには外国に軍事基地のネットワークがたくさんあります。各基地の間での移動、人員の移動、武士、武器、弾薬の調達ですね。すぐに可能です。ソ連はスーパー大国でした。でもアメリカと比べて海外にある基地の範囲は アメリカよりは小さいですね。でも、ユーラシアにおいては、ここの面積はですね、とても広かったんですよ。アジア、中央アジア、南アジア、中東、東ヨーロッパまでですね、領土はものすごい広いんですよ。中国は、一つの地域においては大国です。経済力も、影響力もあります。でも、人民解放軍の基地はですね、 アジアとインド太平洋地域だけなんですよ。ソ連と比べてとても小さいです。枠がですね。特に、航海に入るルートですね。アメリカ、あるいはソ連よりも少ないですよ。その航海に入っていくルートですね。例えば、南シナ海、東シナ海ですね。でも、中国の宇宙開発事業、核とか IT、ネットにおいては、あの、範囲は広いんですね。しかし、 軍の外交となってくると軍艦が必要です。戦闘機も外国での基地が必要です。中国と仲良い,い友達は軍事基地、港の、軍の港ですね、提供はしていません。中国はもしですね、世界のスーパー大国になりたいのであれば、かなり期間はかかります。アメリカは西半球において派遣国家です。アメリカの本土は 西半球にあるので自分自身は安全です。あまた力をですね、西半球以下の地域に置いとくことが可能です。しかしソ連と中国はこれができないんです。中国はあくまでも一つの地域においては大国です。でもスーパー大国ではないんです。アメリカは同盟国と共同してそれを止めようとしています。 中国の拡大ですね。拡張です。中国はスーパー大国になるにはですね、第一列島線を越えようとするんですよ。つまり現在ですね、米中の競争、あるいはこの地域ですね、とても限定的です。アジア、あるいはインド太平洋地域がメインですね。そして海軍がメインです。中国はこの地域から拡大したいですね。でもアメリカと同盟国を共同して、 それを止めようとしています。そして、米中の軍事費用についてですが、アメリカ側は発表しました。2023年国防予算は8350億アメリカドルですね。同期費2%増加です。アメリカの国防予算は11月1日からですね。8350億アメリカドルに中にはですね、ウクフラナに対しての支援支持は含まれていません。 これはですね、戦争していない時代においては、この国防予算の金額はですね、史上初なんですよ。ものすごい多いんですね。弾薬、武器の購入もするし、また新しいものを開発するにも必要です。投入します。そして F35 という戦闘機ですね、83機購入するんです。そして中国側はですね、今、中国人民代表大会が、えー、あってですね、そこで発表しました。 2023年財政予算の中には国防予算という枠があるんですよ。1.55兆元ですね。同期費7.2%増加です。これはびっくりしないんですよ。中国の軍事費用あるいは国防予算ですね。毎年ずっと増加している状態であって、別に数字はあの気にしないです。しかしですね、これが大事なんですよ。 中国の国防予算ですね。そもそもそういう支出は全部機密です。公開しないですね。これが大事です。今まではですね、中国の国防科学工程委員会というものがあったんですよ。2008年から書いたんですよ。国防科学技術工業局となったんです。この局はですね、武器の開発、研究、製造する部署であって、 この部署はですね、あんまり目立たないんですよ。工業情報部の下にある一つの局ですね。この部署は軍事費用、国防予算には含まれていません。これはですね、国会にある一つの組織の中に一つです。また、中国にはですね、部系という表現があるんですよ。武装警察と言います。部系ですね。部隊のような警察。 でもですね、どうかと思いますが、公衆安全費用で運営しているのが今の現状ですね。つまり国防とは全く関係ないんですよ。今まではですね、この武器というのは各地域の軍に所属していたんですよ。でも、指揮するのはですね、各地域の地方政府の官僚なんですよ。2018年からですね、公衆安全の部署となってですね、地方政府の官僚は この武警ですね、指揮することができなくなってしまいました。そして、ちなみにですね、中国の海警船と言いますが、この武装警察に所属しています。この海警議会にはですね、たくさんの部隊はあるんですよ。ものすごい多いんですよ。そこにずつ紹介します。まずはですね、武警抗菌部隊ですね。これはなかなか外国にはない部隊でしょうがと思いますが、これはですね、キーの 鉱山とかですね、ありますので、まあ銅とかありますので、そういうエネルギーのですね、山ありますので、それを守る部隊ですね。金を掘り出す、あるいは精錬するにはですね、やはり部隊でしたら信用できるという意味ですね。ルールを守る、規制が厳しい、あの、人権がないというふうに思っていいと思いますが、全部この部隊が担当するんですよ。なので、ものすごいストレス溜まるんですよ。 そうするとですね、中国の芸術兵が登場します。ちなみに、中国の、まあ、習近平のお子さんですね。今のお子さんはポンミウエアですが、えー、芸術兵でした。将軍ですね。えー、歌が上手です、まあ。芸人さんですね。でも、武家の警察官の中に舞台の、まあ、芸人さんと思った方がいいと思いますが、このような人間ですね、あの、この現地にいてですね、武家にあの芸を披露するんですよ。 漫才もします。あの、そういう、まあ、そういう芸を披露しますね。歌を歌いますし、それで軍隊たちはですね、ストレスの解消はできます。っていうイメージですね。この舞台はですね、結構厳しいんですよ。自由な行動は絶対できないんです。そしてこちらはですね、森舞台と言います。国家公園でパトロールするんですよ。森でパトロールするんですね。まあ、森というのはですね、中国の国家の資産であって、 森での生活はですね、もう禁止です。たまにですね、あの外国では特に日本もたまにあるんですが、オーストラリアでですね、結構多いんですが、普通の生活が嫌となってですね、あの森にいてですね、しばらく生活をする人がいるんですよ。テントとか,か、まあ、はですね、あの、そういう体験ですね、あの、そういう風にしますけれども、中国では禁止ですね。森はあくまでも国家の資産ですので、 あの自分への使用は禁止です。例えば森にはですね、空いている場所があります。土地があります。そこで農業をすることも禁止なんですよ。森はですね、すごい国家の資産です。まあ、日本の森もですね、実に狙われていますが、これはメンバー限定の動画で結構お話をしますけれども。そしてこちらはですね、水電、部隊です。水、電気の部隊ですね。水力発電所。 普通の発電所、ダムとか、水道局とか、湖とかですね、川とかもそうですが、つまり、水と電気に関係する設備、施設の安全を守る部隊ですね。水電部隊と言います。これはですね、あの結構ハードな仕事ですよ。もう工事することしかないですね。と思った方がいいと思います。結構嫌ですよね。大体嫌と聞きますね。次はですね、こちらは、 こちらはですね、皆さんは中国に来られて、絶対見かけます。空港とかですね、駅とかですね、あの、普通の観光地にあったりとかですね、あるいは大手ホテルですね、の前に立ったりもするんですよ。たまにはですね。特に大手ホテルでしたら、中国の官僚も中に泊まったりとかするんですよ。愛人さんですね。なので、そこでは舞台が、あの、守るんですよ。まあ大事な交差点とかですね、 あの、車が多い時に、あの、この部隊ですね、出動しますので、そこで治安を守るっていう意味ではありますが、なので、あの、交通部隊と言います。まあ、部系はですね、人民解放軍の方に所属しているので、軍のように見えるんですが、軍ではないです。でも、警察ではないんですが、警察のような機能もあるんですね。非常に難しい立場ですね。 この武器を維持するのはですね、公衆安全からの支出なんですよ。なので、あの、この国家ですね、防衛費用には入っていません。そして、中国の軍の企業はですね、たくさんあるんですよ。でも、透明度はとても低いです。何を作っているでしょうかこれは本当に難しいんですよ。特に、軍民融合ですね。例えば、DJI ですね。ドローンとかもそうですが、ものすごい、今、話題となっていますので、 ドローンを使ってですね、危ないものを本当に投下しますので、本当に今の時代となりましたね。しかし、ドローンを作るのはですね、普通の民営企業です。あれは誰でも買いますし、普通に売っていますし、でも危機なものをですね、搭載すると武器となります。なので、軍民融合と言いますので、これが難しいところですね。どういうふうに判断するでしょうかこれが難しいんですよね。なので、 一応予測ですが、政府が公開した数字の2倍でしょうと言われていますね。軍事費用、防衛費用ですね。つまり、1.55兆元ですね。3.1兆元でしょうと思います。そしてアメリカの国防予算ですが、8350アメリカ億ドルですね。現に計算すると5.8兆元です。 つまり、アメリカ側の方がかなり多いんですね。ただし、中国側はですね、本当の数字で行くとですね、うん、かなり多いはずですね、3.1兆円でしたら、そうすると、中国の約2倍はいかないですね。1.8倍となるでしょう。この数字であったらですね、であると、アメリカは1位です。国防予算。中国は第2位です。アメリカはですね、2022年 GDP は25兆ドルでした。 で、計算すると、国保予算は GDP の3.34%です。中国政府は2022年 GDP 修正たこさんして、解散もして、嘘の数字ではあると思いますが 12.、12.1兆ドルでした。なので、アメリカの GDP の70%となったんですよと自慢しました。これから2029年、2030年までにアメリカの GDP を超えると、という自信があるんですよ。 それでも中央の政府が実施るんですよ。この数字はですね、修正改ざんしているので、アメリカの半分は前後あるかもしれません。と私は思います。中国の国防予算の GDP はですね、中国政府が発表した国防予算の数字でいくと GDP の1.2%です。それを倍するとですね、2.5%とでしょうという意味ではありますが、つまり、 アメリカの方がででですすす。ね、ね、中国国より軍事費用、国防予算です、ね、多いですこれが、えー、アメリカの方がやはり多いんですね。でもこれ分かれると思いますが、アメリカはですね、世界で米軍ですね、配属していますし、確かに現地ですね、の政府にも、えー、負担とかあの防衛費用とかね、ありますけれども、でもやはりアメリカの方がたくさんですね、出資もあります。これは理解できますが。 習近平は大会で国防について指導しました。国家戦略として一元化にしようと。みんなで一つとなって国家は強いですよと。軍も強いです。軍設立100周年に向けて世界最強の舞台にしましょう。党の指導に従うことが大事ですよ。つまりですね、簡単に言えば団結すればですね、我々には何点もできますよという意味ですね。 これで分かるのはですね、習近平のレベルは本当にここまでなんですよ。アメリカと全然違います。アメリカは全く逆ですね。アメリカはですね、そういうメディアとかシンクタンク、評論家ですね、みんな批判するし、指摘もします。アドバイスもします。アメリカはですね、どんどん進化するんですよ。変わりますので。アメリカは5年前ですね、ロシアと中国のことを警戒するようになったんです。 国防予算は8000億ドルにも超えたんですよ、当時はですね。でも、イラク戦争、アフガニスタン戦争あって、たくさんのお金はそこで使いました。米軍はこの間、武器、装備への更新はあまりなかったんです。例えば、造船所は全力で潜水艦を作っている。でも、中国の造船所のスピードに負けています。これがですね、アメリカのシンクタンクが発表した情報です。 アメリカの会社は、ロシア、中国ですね、あの、設計者ですね、が作っている、出している超音速ミサイルに対して対策を考えている。そして、海兵隊ですね、戦車を使わないことにしました。海軍の小さい砲兵となったんですよ。この部隊はですね、沿岸戦闘連隊だと言います。人民海放軍の弱点を狙って、新しく作った、 部隊ででです。す。今までになかった体制ですこれはですね、どんなものかです,ですと、ヘリコプターあるいは戦術輸送機に乗ってですね、迅速に目的地に到着するという意味です。例えば、台湾が何かありました。すぐにですね、沖縄から飛んでいくんですよ。また、戦術輸送機からですね、軽装甲車、軽い方ですね、装甲車にはパラシュートついてるんですよ。 投下されます。投下してですね、それに乗るんですよ。遠いところから遠距離対艦ミサイルを発射します。あるいは、現地にはハイマスあるので、それを操縦します。自民解放軍側の上陸船を止めることなんですよ。迅速に動いて活動して停滞する、移動するという意味ですね。この部隊は沖縄基地に配属する予定です。 一つの部隊はですね、2000人前後と言われています。これが今の現在ですね。これからは増えたりとか調整すると思いますが、これが新しい、あの、戦術と言います。3月3日ですね、オースティン国防長官は言いました。あの、全米軍、兵士にしても、長官にしても、皆にあてですね、手紙を送付しました。内容はですね、今年、中国の対応は最優先ですよと。 各部署、各部隊の間、機会を強化する、迅速な行動が必要です。何より、スピードが優先ですよ、と言ったんですよ。つまり、急いで動くことが大事ですね。これは、台湾海峡と関係あるんですよ、という意味です。これで見るのはですね、アメリカはある意味ですね、動員してるんですよ。プーチン大統領は、あの、数ヶ月前ですね、動員、大統領命令、動員令出しましたね。 あれと似て、あれとまだ全然違いますけれども、動員というのはそういうようなものですね。ある意味は動員していますね。あの、これは非常に珍しいことなんですよね。と私は感じております。でもすごいですね。やはり考えたらちょっと怖いよねというふうに思いますね。3月7日、習近平はこの人民代表大会で珍しくアメリカの政権のことを批判しました。アメリカの国に対してですね。敵として 見られていますし、ま、動画で話をしましたが、制裁、包囲、叩く、圧力を感じている。我が国家の発展は、この先は厳しい。すべてアメリカのせいだ、というふうに批判しましたね。これは、史上初、アメリカの政権、あるいはアメリカの国家として批判したんですよ。今まではですね、アメリカにいる一部の人間、反中華思想を持つ人間、反中華、 そういうね、人間のことをばっかり相手にしてですね、批判するんですが、今回はもうアメリカと言ったんですよ。これに関してアメリカのシンクタンクの分析ですが、習近平は焦っています。そうすると、米中の関係が不安定になってきたと判断できます。そしてまたは、相手は何をやってもですね、自分に向かってくると判断しているので、 相手のせい、相手の側ばっかり悪いと批判しますので、これが冷静の始まりです。つまり、もう始まったんですよという意味ですね。そしてまだあります。包囲とか叩く、制裁でやられた。なんだと、習近平はこういう発言をしたんですね。自分が被害者ですよというふうに認定しているんですよ。中国はずっとですね、自分のことを被害者ですよと宣伝しています。 これは昔からですね、ずっとです。歴史上。我々はずっと先進国西洋にやられました。ずっと批判するんですよ。ずっと宣伝しています。我々は被害者ですよと。ずっと歴史はですね。一応中方の歴史はですね、まあ、侮辱の歴史と言いますが、こういうね、被害者の歴史なんですよ。これに関して、オスティン国防長官は言いました。習近平が言いたのはですね、米国の行動で我々はここまで、 えー、攻められてきました。やられましたと。でも、我々には負けません。という意味です。なので、これからですね、注目しないといけないのはですね、習近平はロシアへ訪問するかどうかですね。これが問題です。バイデン政権はですね、中国との関係をある程度落ち着かせたいというか、少し回復しようと考えているんですね。でも、気球の事件もあってですね、国民からの批判とか、公開、 あるいは共和党側も見ていますので、やはり中国に対して厳しく対応しないといけないんですね。ブリンケンさんは今後ですね、北京へ訪問するという予定ですが、話はあるんですよ、実は。あれはですね、あくまでも訪問するだけでしょうと私は思います。なので、訪問しても内容はないと思います。やはりですね、お互いは譲らないのが前提ですので、譲らなければですね、前に進むことができないんですよ。 例えばですね、アメリカは半島体においては絶対に制裁するんです。そして中国側はですね、台湾を絶対に侵攻しません。あるいは我々は絶対統一しませんよと。こういう約束はですね、習近平は絶対言わないんですよ。なので、前に進むことはできません。関係の仲良くすることはですね、絶対にできません。これで見るのはですね、ある意味、冷戦が始まったでしょうかと思います。やはりお互い軍事費用ですね。 数字は出ていますので。でも、中国側はですね、これから新しい政府が出てきましたし、これからどんな行動するでしょうか。実にですね、少し危ないというふうに思いますね。習近平のに褒めてほしいんですよね。認められてほしいんですよね。認められたいんですよね。習近平は独裁者ですから、彼だけに認められたらいいんですよ。そうするとですね、みんな一生懸命困惑するんですよ。 そして、一生懸命ですね、習近平に笑ってほしいんですよ。習近平好きなのは、対抗です。闘争です。そうするとですね、どん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 危険な行為を、行動をするというふうに私は思いますね。なので、これからが大変でしょうというふうに思いますが。また、これについて、中国の行動についてですね、また話をします。この動画はこご存知と思います。最後、いいねボタンをお願いいたします。ありがとうございました。